聞いて驚け、見て笑え、ニャースでニャース。第1回やっぱり何でも相関図クイズ、イエーイ。今回ね、私がいろんな作品の相関図というものを持ってきたので、そっからタイトルを当てるというクイズになっております。あー、なるほど。俺めっちゃ不利じゃないか。そうなんです。僕めっちゃ不利じゃないか。いや、お前がもう悪い、それは。てか、これ声大丈夫っていうか、俺声に反ですよって言うから。うん、例えばちょっと例題一つまず用意してきた。例題、はい、こちらでございます。一発目の例ね、これ見てわかりますか、これ。え、猫がいて、猫ヒントちゃう、結構。え、めっちゃむずないこれ。はい、ちょっと待って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 。え、俺知ってるその作品。いや、さすがに知ってないと、あの、趣味から怒られる。お前は死刑って言いそうだったよ。お前は死刑。いや、これだけの人数が出てくるのなかなかないですよ。あ、わかった。あ、そういうことか。俺もわかった、もうこのアニメ。これは何かわかった。はい、せーの、サザエさん。正解です。よし。おー、確かに確かに。一問につき大体レベル1から2ぐらい用意してるんで。あ、だからちょっとしか書いてなくて。はいはい、だんだん情報でしょ、どんどん増えていく。あ、はい。まずは第1問の一番情報が少ないバージョンです。徐々に情報が少ないね。はいはいはい。進行、妹、ヒロイン、娘はてな。明確な、あの、血縁関係がある場合はちゃんと棒になるんですけど、恋人関係かなぐらいの場合は点点点点。お前、科学家らしく弁前科の書き方分かってんの。トラブル。違います。みかんちゃんがいて、天のおじさんがいて。天のおじさん誰娘かっこはてなってのも一応ヒントです。娘かっこはてな、まあ、明確な娘じゃないってことですね。血縁関係のある。この段階分かる人はこの作品についてかなり造詞が深いということでね。ああ、そういうことない。そういうことで、娘は確実にいるってこと。娘という存在はいます。これじゃ無理やわ。分かんないです、さすがに。これはちょっと、はい、ということで、じゃあ、はい、レベル1のちょっと難易度を下げたバージョンになってます。はい、それはこちらです。なんと、なんと、なんと、トモ、トモ1が、あ、トモがめっちゃ好きなんや、みんなのことが。トモって誰や。女子みたいな。いや、これも全部好きって矢印になってますね。はい、バチェラー。違います。正解かと思ったんや。いや、かなりでも有名っす。ほんま有名っす。有名。レンガンさんでも名前聞いたことがあるから有名っす。こち亀。違います。クレヨンしんちゃん。違います。ドラえもん。違います。もう出ますから。全部終わった。もうあとちびまる子ちゃんだけ。ちびまる子ちゃんまだ言ってないっす。ちびまる子。違います。何曜日にやってたとかはちょっと聞いちゃダメですか。でも深夜です。いや、でもこれアニメじゃない可能性ありますかね。ドラマの可能性もあるか。はい、ヒロインが見た。違います。だいぶこれは察し悪いっすよ。察し悪いっすよ。じゃあいきますよ。はい、はい、追加情報です。おお、わかった。わかった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 。わかりましたよね。わかった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 。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って。わかった。はいはい。進撃の巨人。違います。こんなままで聞いたって。いやでも今生きてます生きてます。いや、これは、言っていい？ SAO 正解です。え？娘、あ、そういうことか。いや、これは、いや、SAO は当てれんわ。俺は当てれ。娘はマジでやめてほしかった。いやでも言ったじゃないですか。娘ですよ。かっこ果てはこれは娘です。で、合わすな、これが黒猫の騎士団の人、サチね。はい、サチね。サチね。これがカジア、リズベットね。はい、全員いますよね。でもさ、ゴールデンタイのやつ欲しかった。ああ、じゃあ次は、ほんま言うです。これ知らなかったら。ちなみに、SAO は俺、違う、でも一個言いたいんですけど、あの、スーハは妹じゃなくていとこってことだけ言いたいです。忘れてた。そうやろ。あれ、そうでしたっけ。実の妹じゃないですよ。そっいとこですよ。そっか。あ、それじゃあ今なしや。今の同感同感。これさ、30、20、10ぐらいにするか。一応点数的に。そうですね。初手で当てたら30にしようか。次はほんま言うです。あ、結構書いてくれてる。あ、敵います。敵と敵部下いますよ。へー。あ、はい、ポケットモンスター。違います。あー、なるほどね。うん、ハクション大魔王。違います。サザエさんより有名ですよ。サザエさんより有名。はい、サザエさんより有名。そんなことある。はい、いやでもな、静岡マジでキテレツ大百科とワンピースしかやってないよな。いやでも、え、静岡。はい、ラブライブ。あ、そうっす。ラブライブはラブライブサンシャインです。あ、サンシャイン。ケイロン。違います。真剣ゼミ。ちびまる子ちゃん講座。
あ、バス。このスバ、このスバ。違います。どうします？じゃあ追加情報、次行きましょう。次。だいぶ察し悪い状態。察し悪いなぁ。やばいなぁ。これ出たらほんま分かりますよ。こちらです。どうした？めっちゃ死ぬやん。はい。北斗の拳。違います。いやいや、合ってるでしょ。分かった。はい。ジョジョの大冒険。違います。え？あ、分かった。10個3人組。違います。あれじゃね？あれです。ちょっと待って。もう確定した。さすがに確定しました。アトシっていう作品は、ハリーポッター。正解です。え？え？そう。え？マジ？俺、鬼滅の刃が正解だと思った。違います、ハリポッター。今、奇跡起きてるわ。え？ハリポッターっすよ、これ。ゴルデモート、スネイプ先生、ハリー、お父さんがこれ、ボルデモート殺します。一個言っていい？ハリーポッターさ、賢者の石見ただけやから。でも覚えてねえから。もうロン・ウィーズリーに妹と結婚して息子が二人います。そうなん？はい。いつそれ？俺、秘密の部屋なんかでそうやった？違う。それだけ終わった。いや、それだけ知って、俺それではずるいわ。あれって書いた人エミリー・ロッドやっけ？いや、違う。エミリー・ロッドデルタラクイズです。その方向かと思った。いやでもこれでも伝言さんすごいですね。いやいや、ほんまに俺分かってなかった。じゃあ次の問題です。はい、こちらです。え、はい、幻想水滸伝5。違います。用意してたやろ。用意してた。これも子供ハテナね。これ子供ハテナなのが一番大事です。もうなんならしか子供がガンガン。違います。いくらっていうの5年後。それはどうなんですか？やばい、でも、それはどうなんですか？タイタニック。チェーンス。アバター。チェーンス。ターミネーター。チェーンス。ターミネーター2。チェーンス。ターミネーター3。なった、正解。そういうのじゃないや。あ、北斗の拳。チェーンス。この辺だけど。蒼天の拳。違うんです。前にしか受けへん。ヒロインが2人いるってこと結構ポイントなんだ。いや、ポイント2人とか本当はもっといっぱいいたのかもしれない。あ、分かった。はい。バチェラー。違います。バチェラー。今俺120%来たと思う。ラブライブ。いや、惜しいね、それ。惜しい。志村けんのバカ殿。一旦次行こう。これも衝撃っすよ。おうえぇ、あー、はい、スクールです。正解です。お前これ子供ハテナ相当やばいっすよ。正解。やばい。楽しいじゃないですか。いや、子供ハテナってこと。これは想像認識なんですよ、これ。はい、じゃあ次行こう。はい、じゃあ次行こう。これも特徴でいいっすよ。あ、これ分かりそう。なんでそんな、死後。絶対こっちが、スペース無駄遣い。なんでスペース無駄遣い。ここから、これは今から保管されます。はい。メタでコナン。違います。あの、未来探偵コナン。お礼みたいなやつが間違えんでよく。そうコナンって書いてあって。はい。ゴンギツネ。違う。あるな。もちもちの T。違う。ハラペコアオムシ。違う。クジラ君。違う。エリックカール。違う。お尻の冒険。違う。クリストファー・キューバ。超的に出てる。名探偵コナン。世紀末の魔術師。だったら今さっき正解に言ってます。行ってきますよ、次。では、はい、全貌はこちらです。増えた。なにこれ、なに、え、こんなに出てくるの登場人物。はい。崖の上のポニョ。違う。こんな崖だった。全部ポニョ使った。ポニョさみたいな。あ、ミニオン、ミニオン。違います。ミニオン、ミニオン、決戦関係さ。ミニオン、どのミニオンがどれか分からない。分かる。え、俺今まで出てない。出てないっす。まだ出てない。まだ出てない。サマーウォーズ。正解です。え、なんでサマーウォーズです。マジ。はい。え、お願いしますやろ。お願いします。キングカズマ、キングカズマ。キングカズマはこれですね。分かんない。え、じゃあ、悪役どれ。悪役これです。こんな近かったんや、あの戦いって。はい、あのサマーウォーズ。全員決戦関係ですよ、これ。最後はラストの問題。あ、最終問題。はい、オッケー。最終問題。キムさん20点、デンガーさん20点、花さん20点ですね。オッケーオッケー。で、俺らはレベル最初の状態で当てたら勝てるってことね。そうですね。じゃあ、いきますか。いや、分かると思いますよ、これ。トラブル。違います。バチェラー。違います。違います。違います。狼国は騙されない。違います。これはでも日本人全員知ってます、これ。ヒントは棒ですね、棒なんで、これ。棒って何？
大和田結婚してるっていうんです。え、そういうこと。え、そう、そうだね。まあ、そう、そう、イメージする感じです。定義的に。はい。織田信長。違います。確かに。あ、はい、藤原道長。違います。あ、OK、今言い方惜しかった。石田三成。違います。中野大江の。違います。聖徳太子。違います。大加藤。大加藤。違います。それや、それや。ローマは一夫一妻制です。あ、そうなんだ。はい。クイズ族。誰かだ。いやいや、そういうこと。誰か、誰と誰がっていう。こうちゃん、こうちゃん。中根。作品名はマジで有名です。あ、だだだだ、はい。古事記、古事記。違います。そういうこと、そういうこと。はい。ファーブル、昆虫。違います。そんな話なんですか。メスってことですか。欲しいな。上地誠二。違います。上地誠二、この結婚してないから。光。違います。あ、確かに。あ、確かに。お、なるほど。光の子。違います。光の将棋。違います。カール&ピン。違います。え、でも待って、結構な、絶対わかるよね。ヒント、ヒント。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 レンガーさんが今さっき言いました。ヒントとか言ってね。僕が一番反応した時なんて言いました、レンガーさん。光。まあまあ、違うんですけど、まあまあまあってことですね。あ、光。違います。マルディ、マルディ。違います。キザル。なるほど。ピカルの定理。違います。あ、懐かしい。あ、いいな、それ。あ、ありやな。ありですね。ありがとう。俺その作品知ってるんかな。いや、これ知ってなかったら縁側さん教育を受けてないっす。あ、これ14。分かる分かる。嵐のように。違います。じゃあ光が惜しい意味が分からんからこんなことやってんだ。そうです。アニメじゃないっす。映画。文学作品です。カニ光線。違います。海と毒薬。違います。まあ、あ、だだだだだ。はい。現状のあたり。正解です。マジ。だから光源氏なんですよ、主人公は。そういうことや。あ、そういうことや。そういうことか。そういうことか。変えたわ。やりましたよね、源氏物語。やりました。いや、源氏物語、なんなら俺入試で出たから。ですよね。俺センター試験、俺の年源氏物語やったから。うわ、じゃあ古事記惜しかったやん。古事記惜しかったです。はい。てか、あのまま言い続け、あのままあの付箋で行き続けたのに、あれを変えたやつ誰。そいつが負けやろ、多分。古事記、古事記。違います。そういうかな、そういうこと。はい。ファーブル、昆虫記。